はじめまして、植木道彦です。この番組はボートレースアンバサダーの私がさまざまな業界のトップランナーの皆さんと対談を通してボートレースの魅力をより広く皆さんに伝えたいという思いからスタートしました。そんな番組の初収録は本日ですね、レーシングドライバーであり、そしてトヨタガズーレーシングアンバサダーをされております脇坂十一さんをお迎えしまして、いろいろと興味深い話を聞いてみたいと思います。まあ、その根底にあるもの、そのモチベーション、まあ、僕で言えばですね、縁っていうか、まあ運よくそういう広める仕事をさせてもらってるんですけど、実力だと思いますよ。その根底にはですね、私が過去にその公営競技初の2億円って達成させてもらったことがありまして、でその時に各スポーツプロスポーツ選手の方が表彰されるのがありまして、僕ちょっと胸張ってその年行ったんですね。そうするとボート界ではあれだけ拍手やフラッシュの数が当たり前にあるのに、多くのプロスポーツが集まった時に、本当に、まあ僕のビジュアルも良くなかったけどね、本当に少なかったんですよ。そしてその時にパッてね、業界の引率に来てくれた業界の方もややうつむき加減だったんですよ。でその時になんかすごい、なんか自分がこう何勘違いしてんのかお前って、なんか誰かから言われた気になって、でこれは5億や10億稼いだからそのこのフラッシュが多くなるんではないなと思って、じゃあ何ができるだろうで残りのこう現役ちょっと考えてたんですね。だから脇坂さんはどういうのが根底にこうあるんですか？2億をね、稼ごうと思ったってね、稼げないですよ。だからもうそこには多分とてつもないレベルの勝負があってね、ただそのこの国は今、その今を別に否定するわけじゃないんですけど、僕なんかはこうメジャーなスポーツのアスリートと対談させていただいたり、いろいろすると意気投合して、そこからこう連絡取り合ったりとかってなるんですけど、だから我々勝負の世界で生きてきた人間の相手を見る価値観っていうのは、その勝負に対する考え方とどれだけその人の時間人生をそれにつぎ込んできたかっていうこと、またその自分が勝負いますから、それに対するライバルがいるわけで、ライバルに対してどう敬意を持ってるかっていうところで、変な話、男としての器量みたいなものを測ったりされません？いや僕それでええと思うんです。それでいいんですけど、世間一般っていうことになってくると、それに知名度っていうフィルターがかかるんですよ。まあ そうですね、そうなった時にメディアの方々もそうでもないんですけれども、やっぱり自分が書く記事であるとか、そういうところがたくさんの反響をもらわないと、やっぱり仕事として評価されないっていうところで、だん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 そういう方向に行っちゃってる部分があると思ってて、ですから僕なんかのモチベーションっていうのは何かというと、基本感謝なんですよね。で、あともう一つは、今言われたのとものすごくリンクするんですけど、テレビ局に行って、テレビ局のスタッフの方の対応が僕とメジャースポーツの選手と違ったり、その人のことだけがもうチヤホヤされて、僕なんかもうのけもにされたりした経験もある中で、これはいかんと、モータースポーツなんとかしないといけないということを思ったということと、あとやっぱり僕は前半でお話しさせていただきましたですけど、人の巡り合わせに恵まれて今ここまで来させていただいてるんですね。そういった意味では、そうやって僕に携わってきた方々に感謝を示したい。もちろん僕はイメージ的にセルフマネジメントしてましたから、脇坂十一です次かかってこいっていうことと、裏ではどうもお世話になりましたありがとうございましたっていう2人いたんですけど、どうしてもこういうイメージがあるので勘違いされてる中で、やっぱりそういう方々に対する感謝として、基本かっこつけなんで、ありがとうございますとは別に
その方々が頑張って業界を盛り上げようとしてたら、その方々に行くお金、うん、報酬、うん、がもうちょっと増やせれるようなことできないかな。それって例えば、ね、今全員が全員じゃないですけど、ここにバジェットとしてレース業界全体で分かりやすく言うと1万円あったら、みんなで1万円の中からどうやって食っていこうかってやったり、ずるい人はこの1万円の大半を取ろうかってしてますけど、1万円を10万円、10万円を100万円、100万円を1000万円にしたら、僕が1万円持っていったところで、みんな1万円持っていってって言って感謝してもらいながら持っていけますよね。まずそういうことをやりたいなって思ったんですよね。脇坂さんのメジャーとメジャーじゃない、やっぱり一般に、まあ溶けこ、まあ、ちょっとざっくり言ったら溶け込んでるかどうかっていう、はい、やっぱりそれはアンバサダー活動をやっていく上で、あ、ちょっと、まあ、ファンの方たちとかの対応とか、なんかまあいろんな仕事をしている中で、なんかちょっとやっぱそのアンバサダー効果っていうのは出てるかなっていうのは、どうですかね。これからです。そこの部分はこれから。僕の能力、僕たちレーシングドライバーの能力っていうのは、車を安全に目的地に届ける能力なんですね。でレース中はゴールなんですよ。でいくらその運転が速くたとしても、ラップタイムが速くても、ゴールまで導かれなければ、いわゆるそのリザルトとして残らない。でリザルトが残らなければ、やっぱり我々クビになるし、契約してもらえないですね。だからレーシングドライバーとして長年契約している選手は何かというと、まず運転がうまい、で車を速く走らせる、速く走らせながら、ね、極限の領域で走りながらもちゃんとゴールにまで車を導ける。でこのゴールまで車を導けるっていう能力を一般の方々にどう伝えられるかっていうのが今のテーマなんですね。やっぱりその車って便利で快適な乗り物なんですけど、使い方間違えるとナイフやピストルよりも危ない凶器になって、悲しい事故が今たくさん増えている中で、例えば僕の前に子供が飛び出すのと、あのお年寄りの運転されている車の前に子供が飛び出すのと、絶対僕の前に飛び出した方がいいんです。僕がギリギリ止めて、飛び出した車の子供の前で止めて、危ないじゃないか飛び出すなって怒るじゃないですか。でもそれが変な話、お年寄りの前に同じタイミングで飛び出したら、多分骨折するか、擦り傷を起こすか、下手したら死ぬんですよね。でそれは何かというと、やっぱ車を止める能力で、それってで運転の器量と、あと考え方にもよるんです。だから考え方だけだとトークショーで伝えられるし、運転だとサーキットだとかいろんなところでイベントで同乗走行したり伝えれるし、運転する人と誰もが持つ交通事故になる可能性っていうものを、我々の考え方や乗り方を教えることによって、その可能性を引き下げることができるんです。脇坂さんの話聞いて、この間の交通事故なくなりましたって思ったら、お礼にレースでも応援に行こうかってなるじゃないですか。あ、そうですね。だから交通事故の話すると結構ね、トークショーとかでもみんなこっち見てくれるんですよね。でもレースの話してても興味ある人は見るけど、興味ない人は聞いてないんですよ。ですから一般の生活に溶け込んでるものって言ったら、車って溶け込んでるじゃないですか。あ、なるほどね。それの使い方を、まあ、この国じゃやっぱり免許を取るための勉強は教えますけど、車をどう実用させるかはやっぱり教えてないので。じゃあもうアンバサダーとしてそういうやりたいですね。ちょっと考えてるんですか。今もう考えてます。勝負を、はい、勝負ですねまあ私もあの脇坂さんのこう質問の回答をずっと読まさせてもらって、じゃあそれをボートレースに照らし合わせた時に、確かにボートレースっていうとやっぱり社会貢献してるねっていうのはなんとなく今みんな分かってるんですけど、はい、こう全部がこう単体になって、うん、あのうまくこう理解できてない部分があって、はい、でやっぱりあの剣が当たって嬉しい、外れて残念っていう競技でしょっていう方がやっぱ多いんですよね、うんうん、だからその競技そのものっていうのがあまり知らない方が多くて、うん、それと今言われたように一般社会にレースっていうのがこう絡むことっていうのはなかなか難しい部分があるんですよね、うん、だからまあそのレーサーってやっぱこう体を鍛えたりとか、今70何歳の方も走ってる方がいるんですよね、はい、だからそういうものをどうやってこう絡めてお話しせないといけないかなっていうのもちょっとこう考えてるのと同時に、あのボートレーサーっていうのはあまりこう、まあ、テレビに出る、だからその
ボートレースの競技が世間に出てないので、やっぱりこうテレビの出演する あれがないんですよね。何でしょう、そのキーとなるものっていうか、引っかからないんですよね、知らないので。そうですね。だからそれをなんとかしたいな。まあこの2021年とかでここまで行きたいっていうのは何かあるんですか？そうですね、まずはやはり、車を持つ力、車とモータースポーツの持ってる力で人々を笑顔にしたい、やっぱりコロナの中でね、やっぱりどっちかというと疲弊してしまうような世の中ではあるんですけれども、車ってこんなに力を持ってるんだぞっていうことをもう少し、ただ単なる、ね、その移動の手段として便利で快適な乗り物として使われている方々がほとんどだと思うんですけど、もっとやっぱりその車をね、よく馬力でね、このエンジンパワーをね表しますけど、例えば200馬力としたら200頭分の力を人が体一つでねじ伏せてコントロールするわけじゃないですか。それもやっぱり普段の移動のスピードじゃなしに、スポーツドライビングになってきてちょっと限界が上がってきたところでのね、楽しみっていうのもね、知っていただくと、ちょっとまた車に対する見方も変わってくるのかな。でそれのまず第一歩として2021年はやりたいですね。去年はもう本当にコロナで何していいかわからん中で e スポーツでね、バーチャルの中ですけど人々を笑顔にしたいとやったんですけど、まあ去年1年間やってきたことでコロナに対するある程度のいいこと悪いこと付き合い方は分かったんで、今度はちょっと実践にね進めていきたいなと。それでやっぱりe スポーツとか、ああいう発想っていうかチャレンジっていうのはやっぱり欲張りなんですね。坂の中では勝負なんですか？勝負ですね、欲張りですね。 e スポーツなんてもう全く僕なんて分からないし、ゲームなんて一切してこなかったですね。もうリアルの世界っていうのはもうこの地球上にあるものだけですけど、バーチャルの世界って創造物でどんどん作れていくし、そうなってきた時にバーチャルを実験の場としてリアルの中に落とし込むってこともできますし、だから最初ねレースゲームなんかでもリアルかリアルかじゃないかっていうところの論点があったんですけど、別にリアルじゃなくてもいいんじゃないのってなんか思い始めるとものすごく可能性が、ちょっと僕も脇坂さんに個人的にちょっと聞きたいことがですね、あって、やっぱり今レーサーやってそのチームの監督もされて、それからアンバサダーもして、それから大学の講師もされてますよね。そういった中でこう先ほど言った勝負をして新しいことにチャレンジしてますけど、やっぱりみんな脇坂さんのやっぱりこう考えではない方たちと一緒にやらないといけない時もあるじゃないですか、でそういう時っていうのはやっぱり何でしょう、相手を受け入れないといけないんですけど、僕はちょっとそこが悩むところがあるんですけどね。やっぱ急ぐには分かる人だけでやろうかってなってしまうと良くないっていうのは分かるんですけど、そういうぶつかったことっていうのは、だからネガティブからポジティブどう取れるかっていうテーマにしてくると面白いですよね。ですから例えばプロジェクトが起こってそこに一人合わない人がいるんですけど、それを、ね、省くとスッと進むんですけど、でも進み方が一つ間違えても誰も軌道修正しないんですけど、彼をその、ね、合わない人を入れておくことによって、その軌道修正が効いたり、またなんで合わないかっていうことを考えることによってまた違う発見ができたりすることがあって、やっぱり現役の時っていうのは目の前の成績っていうことがあったので勝負に急ぎましたですし、できるだけストレスのない感覚の合う人たちを周りに置いたりはしたんですけど、今は勝負といってももう大きなものに時間をかけてじっくり挑んでますから、そういった意味ではできるだけたくさんの人と会う、だからその e スポーツの世界でね、そういう人たちと付き合うっていうのもそうで、どっちかというと僕とあんまり今まで接してこなかったような方々がほとんどなんですよね。でもそこに新たな発見を得れるので、この年になってもなんかちょっと学習、自分が歩んでこなかった道筋を今取り返しているような感覚ではいますね。やっぱりその、今回も僕は実は初めてこういう形で、ボート界じゃない方をの話を聞いて
すごく今こう刺激を受けてるんですけど、脇坂さんもやっぱりこう他の方との交流っていうのはやっぱされてるんですかね。はい、結局あの極論人見知りなんです。あ、そうなんですか。人見知りなんです。ですからできるだけもう人とは接せずにここまで来た感じはいるんですけど、まあそれは必要だなって思ってて、うん、正直今日あの楽屋でご挨拶させていただいて、あの僕のね話をどんどん してくださいって言っていただいたのであのさせていただいてますけど、僕としては逆にもう質問攻めをこの機会なんで僕がどう質問攻めして持って帰れるかということをやりたかったぐらいに興味はもういろんなところにありますね。僕から質問いいですか。なんかちょっとあんなにこう高いレベルのお話をした後なのであの我々レースの世界って車をどう前に進めるかっていうところなんですね。ですからどれだけエンジンの駆動力をタイヤに伝えて前進むかなんですけど、このボートレースにおいてモンキーターンをねあのやられてってありますけど、どう前へ進めるっていうようなその感覚感性っていうのはどういうところから来るんですか。あのもう自分はですね、まあ、勝つためにまあその 本体の整備をしたり、そのプロペラを叩いたりとか、ハンドルをこれぐらい入れたらいいとか、こうまあ言葉にすればそういうのが出てくるんですけど、究極は自分の手足になることだと思うんですよ。違和感をなくす。違和感をなくす。だからあそこに行きたいからハンドルを切る、あそこに行きたいからスロットルレバーを握るという、もうこう操作を考えなくていい状態に持っていくっていうことが一番なのかな。それはその感覚に慣れた時というのは成績が出てる。いいですね、うん、で違和感がある中でレースするっていうことはやっぱどっかが無理が出るんですよね、うん、どっかをカバーをしようとするので、やっぱレーサーもそうじゃないですかね。どっか悪いとそこをやっぱ相手に悟られないようにしないといけないとか、だからそういう違和感、モーターがそのビューンと相手より出るのが一番いいですけど、はい、それよりかは違和感なく自分の手足のようにあのハンドルやレバーが動いてくれるような、そういうことを考えてました、ね、映像を見てて明らかにモーターが悪くて進んでないのになんかコーナーで詰めて立ち上がり詰めて詰めて最後逆転してしまうという、あれをあそこで抜いたらやっぱりインパクトも与えるし、やっぱりすごいよね。なんかそういう筋書きをこう作られてる。僕も走っててここでこうなったらいいよねって考えながらやっぱりレースしてたんですね。でも僕の場合は応援いただいてる人とまたボートレースの応援とまたちょっと違うじゃないですか、うん、そうですね。そこを背負いながら、はいはい、その感覚っていうのはすごいですよね。だからボートレースはその1位2位3位を当てるという競技 その面白さは当然あるんですけど、最後までレースを見てもらう、それは最後までどうなるかわからない、うん、これがやっぱり3周回レースを楽しんでもらうんじゃないかっていうことで追い上げにちょっと力を入れたんですよね。その当時のライバルと自分との今だから話せる違いだから僕はこんだけ勝ったんだよっていうようなことを簡単に言うとどういうことになるんですか。そうですね、本当あの脇坂さんのようにうまく表現できたらいいんですけど、正直やっぱりイケイケの時ってあるじゃないですか、はい、脇坂さんもこうイケイケの時、はい、やっぱり自分が一番、はい、あの時って、と思ってますからね、あの時っていくら誰から言われても、はい、自分がやっぱり正しいって思うじゃないですか、はい、だからなんだろうね、うん、自分が、まあ、結局は、うん、やっぱプレッシャーかかりますよね。なんかこうプレッシャーを超えた世界でなんか戦う自分にちょっと酔ってるところがあるんですよ。あ、一番強い時ですね。 あります、はい、なんかそのプレッシャーって言ってる時ってまだまだだと僕は思うんですよ、はい、口で、はい、いやプレッシャーありましたっていう時ってあれはプレッシャーじゃないと思うんですよね、うん、本当にプレッシャーの時って声出ない、はいはい、あるでしょ、はい、ふっと抜ける時が、そうですね、
はい、あれをやっぱり体感したいんですね、うん、あそこを求めるようにやっぱりそれには自分を追い詰めないといけないしで抜くことも覚えてくるじゃないですか、うん、そういうのをちょっとあの 覚えて仕組み的にできてなんかあのレースに集中できてたのかな。そしたらあれですかやっぱりこう抜いたりコーナーに入っていったりするときは多少スローモーション的にやっぱりそのゾーンのときは見れるんですか。あ結構あの僕が今まで大きなレースとか、まあ、レース自体でこう着順をこう追い抜いたときなんかは比較的そうですよね、うん、なんか僕なんかは水面にボートが接してる接しないどんだけ浮いたっていうのも感じたりするのかなとかって そっちの方とかいかがですか。結果自分の走りを分析するとあ前を浮かして抵抗がなくなったなってなりますけど あとですかそれは僕はですね あのそれを考えるとそっちに行ってしまうので気にしないといけない個数が増えますよね。そうそうだからもうだいたい気にしすぎるとその先にスランプがだいたい待ってるんですね、うんうんはい、だからできるだけ気にしないようにしてて、うん、それにはもう単純にあそこに行きたいから、うん、そこにこれだけのハンドルを切るとで自分がこれだけハンドル切った時に船がこれぐらい向くようにセッティングをしないといけないっていう、うん、だから船券っていうのがちょっと外れてるわけですよね。分かってはいながらの外れですね。全然忘れるんじゃないですね。これができるということは、うん、船券にも貢献できるって、うん、だからこっちばっかりを背負うと、うん、もう縮こまってしまうんです、うん、わこの期待に応えないといけないってなってしまうと。でも後輩見られててそういう選手もいますよね多分、うん、いるですけどね。こればっかりはですねあのレーサーもそうじゃないですかね。こうこれもちょっとお聞きしたかったんですけどこう言ってもやっぱり人それぞれのレーススタイルがあるので、はい、最初はあの僕は結構若手に僕はこうやって考えてこう走ってるよって言ってたんですよ。だけど途中からこれは 言うもんじゃないなとで向こうに感じてもらわないと。だから一番最初脇坂さん言われたでしょ、はい、自分が言ってあとはどう受け取るか、はい、向こうの矢印ですね。だから最近は言わなくなったんですね、うん、で聞いてこられたらそれがやっぱ一番理想なのかな。ようやくこの年になって、はい、前は自分がやっぱイケイケの時はこのやり方すれば絶対大丈夫だっていうのがあったんですけどね。でもイケイケで言ったら大きな怪我までされてるじゃないですか。そうですよね。その後の心の持っていき方とか、うん、恐怖とかっていうのはどう乗り切られたんですか。どうでしょう、まあ、20歳っていうこともあったけど、うん、それが20歳じゃなく、うん、もう少し年取ってやってたらまたちょっと違ったか、うん、そうですね、もう40でもし怪我してたらまた大きな全然違う人生だったと思いますね、うん、やっぱ20歳っていうところだったので自分に対する期待もあったですし、うん、まだできるんじゃないなのかできるんじゃないかとか、だからいろんな意味であの20歳の大きな怪我で自分が成長したし、うん、それをやっぱり今でも多くのファンがそのことに対して、はい、なんかエールを送ってくれる方も多いんですよね、うん、お話聞いてて思ったのは若い人たちが結構これから挑戦してもらいたいじゃないですか。うん、そうですね。その中でやっぱり20歳そこそこで挑戦できること、失敗、言い方違いますね、20歳そこそこで失敗できることは40そこそこでは失敗できないことになったりするんで、若い時にチャレンジしてもらうのはやっぱり。そうね僕はだから自分も子供がいるんですけどね、できるだけ失敗は若いうちにしないといけないと、うん、でそこでなんでかっていう、そこにやっぱこう価値があるんじゃないかっていう、うん、それはプロスポーツだけじゃなくてどの仕事でも同じじゃないかなと僕は思うんですけどね、うん、ちょっとここからはちょっとまあタイトルがドリームランナーなので、はい、まあ、夢についてちょっと語りたいと思うんですけど、はい、うん、君たちの未来へっていうテーマがあるんですけど、うん、はい、とにかく人って生まれていろんなことをして子供を作って置いていって、うん、で人生を終えて
でそれがずっとこう回るわけじゃないですか、うん、ですから時間っていうのは今自分が生きてる例えば人生80年あったら80年ととてつもなく長い時間ですけど80歳ぐらいになった時に20歳ぐらいの10年振り返った時もあっという間じゃないですか、うん、でも20歳の時間生きてるとものすごく長い、うん、苦しいことも楽しいこともいっぱいあるんですけど、うん、その辺の時間的な感覚をちょっと超越してですね、うん、なんかもう地球的にというか、うん、僕の存在は次生まれてくる人たちが成し遂げることの準備作業として何を手伝えるかっていうこと。今あの自動車産業はね100年に一度の大変革期って言われてるんですね。でこの100年に一度の100年前何があったかというと馬車から自動車に変わったんです。ということは皆さん感じられてないと思うんですけど今当たり前に皆さんの中にある自動車がこれからも大きく変わろうとしてるんですね。正しいことは間違えてないことはまず地球に優しいモビリティであらないといけないということとあとエネルギーっていうのは有限なのでやっぱ資源分のエネルギーをどういうふうに持っていくかということなんですね。でもっともっとやっぱり車のね本来の持つ、優しさ楽しさ人に寄り添う素晴らしさってあると思ってて、でそれをちょっと経済覇権の道具に使われてる気がするんで、やっぱり車とで車を使うモータースポーツの力でもうちょっと世の中の人たちに対して正しい方向に行きませんかという提案を我々が準備作業として次の世代にそれをバトンをどう渡すかでこの先が変わる。その辺まで考えてるんですね。そうですね。なんかちょっとかっこつけなんでかっこつけなんですけど、脇坂十一すごいでしょっていうかっこつけじゃなく、なんかこうやってこういう時代だったねってその後ろにああいう人もいたよねっていうようなかっこつをつけことはしたいんですけれども、だけど脇坂さんが考えることにおいてはちゃんとこう理由付けのものがしっかりあって、はい、説明できるものがあるっていうことなので、はい、ちょっと楽しみに、はい、いやいや大それたことはできないんですけど、でも言葉にしていろんな方々の前で言わないと始まらないと思いますし、まあ、それも一つアンバサダーの仕事なのかなとは思ってます。いやちょっと本当に今の夢の話も聞いて僕も本当になんかちょっと結構影響されやすいタイプなんです。ああそうなんですか。そうそうそう。だけど本当にすごく勉強になったなと。いやいや僭越ながらすみません。まあちょっといろんな脇坂さんの活動もこれからちょっと拝見もさせていただきまして、はい、植木さんのアンバサダーのご活躍を、はい、ぜひ同じ、まあ、モータースポーツでもありますし、はい、まあこれからどっかでねこう、はい、一緒になってできたらなと思いますので、はい、本当に今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、今対談が終わりまして、本当にこういろいろな話を聞かさせてもらったんですが、まあ、一番記憶に残っている言葉はですね、やっぱり勝負という言葉だったと思うんですよね。勝負といえば何かこう勝ったり負けたりでなんかあんまりいいイメージはないんですけど、やっぱ話をしていくうちにやっぱり勝つための準備で負けないための準備、また勝つと一つの達成感があって負けるとなぜ負けたんだろうということでまた次勝てるように努力するというふうな感じが僕受けまして、で僕も現役レーサーを辞めまして、まあ、今のアンバサダー活動をしている中で勝負という言葉をあまり使わなかったんですね。だからちょっと今日お会いして勝負という言葉をですねこういつも頭に置きながら、目的を達成していきたいかなと思いました。まあ、そういった意味では今日ちょっと勝負という言葉がちょっと僕の中に記憶に残っております。ということで、今回はですね、ゲストに、脇坂十一さんをお迎えして、貴重な話を聞きました。どうもありがとうございました。
はい、この時間はですねボートレースビギナーの皆様からのご質問に、答えていきたいなと思っております。よろしくお願いします。プロ野球だと事前に対戦ピッチャーの配球とか研究すると思うんですが、ボートレースは対戦するレーサーの情報とか気にしますかということなんですけど、まあ、走るレーサーはですね、まあ、ほぼ1秒間で20メーターぐらい進むそういう速さの中で判断しないといけないので、まあ、事前に相手のレーサーの癖、まあ、直線の走る位置とか戦法あとはモーターがいい悪いっていうのを事前にこう頭の中に入れてであとはその時のこう体型によって自分が判断するという意味では、まあ、プロ野球のピッチャーとバッターの探り合いと同じなのかなっていう感じは、まあ、僕はしております。そして続きまして、レミさんからなんですが泳げない人はボートレーサーになれますかっていうことがあるんですけど私は少しは泳げるんですけど泳げなくても大丈夫です。転覆をもししてもですねこう救命胴衣っていうものがありますので沈むことはありませんので泳げない方もボートレーサーを目指していただければなと思います。もう一つレミさんからですねボートレーサーの平均年齢はいくつですかということがあります。平均年齢はですね、37歳ぐらいですね。だから他の、プロスポーツの中では比較的こう年齢が上なのかなということが長くこうボートレースができるのかなと思います。ちなみに、最高年齢は73歳で高塚誠一さんというレーサーが今も頑張っております。忍者芸人さとしさんからはですねボートレーサーはボートのスピードの恐怖心はないのということがありますけどないことはないと思いますが一人で走ってる方が恐怖心があると思います。ただこう二人が並んで走ると、まあ、そんなにこう差がないし外一人で走ってる場合は外の景色が一気にこう過ぎ去っていくのでスピード感を感じるんですけどやっぱり二人三人四人で走るとそう感じないんではないかなと思います。たくさんのボートレースビギナーの方のご質問本当にありがとうございました。これからもですね、ボートレースビギナーさんの方からのですね、質問にどんどん分かりやすくお答えしていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。